インドの偉大な賢者はかつてこう言いました。自分が関心を抱いた場所にあなたはいるのです。実際あなたの関心が今のあなたを作ったのです。関心が散漫であればあなたも散漫な人間になる。関心が過去にあるのならあなた自身も過去にいるのです。今この瞬間に関心を抱いているとき、あなたは神と共にいる。神はあなたの中にいるのです。と物理学者が原子を構成し、現実のすべてを構成している素粒子、クォーク、ボソン、レプトンなどを調査して理解しようとしても、それらの素粒子があまりに小さすぎるために測定できる装置は現在はありません。これから後も発明されることはおそらくないでしょう。このような素粒子に関する面白い事実があります。それは、誰も素粒子を見たことがないということです。では、観察したり見ることができないなら、どうして素粒子が存在していることを知っているのでしょうか。その答えは、加速器に残された素粒子の痕跡です。素粒子理論に関する調査をしているところでは、このような素粒子が残す痕跡を見ることができますし、写真に撮ることもできるのです。痕跡を調べることで、実際に存在していることがわかるのです。しかし、素粒子にはもう一つ、観察された瞬間しか存在しないという非常に興味深い面があります。量子の場を見ていると、素粒子の痕跡がちらりと姿を現します。しかし、目をそらすたびに素粒子は空虚の中に消えていきます。素粒子は暗室の中の小さな光のようについたり消えたりしているのです。暗室を無限で境界のない空間だと想像してみると、素粒子はそこで明滅する光であり、私たちが関心を払っている時にだけ姿を現しているのです。その場から関心をそらすと、あらゆる可能性の場の中のどこかに消えていってしまいます。素粒子がどの場所にあるかは確率的にしか予測することができません。すべての素粒子は波の性質も持っています。観察される瞬間まで素粒子は波なのです。波は広がっていくものなので、空間や時間のどこか一箇所に限定されてはいません。波として広がっているものを測定可能な物質に変えるには、関心を払わなくてはならないのです。関心を抱く、観察することで波であるものが物質に変わります。文字通り、素粒子はあなたや私が観察することで作り出されるのです。観察されなければ、素粒子は空間を漂っている波に過ぎないのです。私たちの思いも同じです。関心を抱き観察しなければ、それは存在しないのと一緒なのです。だからこそ、自分を豊かにするものだけに関心を払うことが重要なのです。さあ、
イメージしてください。何に関心を抱くかで、あなたの人生が決まっていくことを。関心を払うことで起きる豊かな奇跡を。